それではおはようございます。おはようございます。本日もリモートでのこちら、抽選会となりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。今日は3名ですね、そちら。はい、はい。教授と社長とコムタン3名でよろしいですね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。いや、そういえばさ、その桜ってもうそっちだいぶ前に散ったでしょ。そうですね。ねえ、阿寒湖この間行ってもまだ桜あったさ。やっぱりあれなんだね、寒いから桜のこの咲いてる時期も変わるよね、やっぱりね。びっくりした。この間いつだったかな、あれ行ったの5月の下旬ぐらいの時にはまだ桜咲いてた。中旬ぐらいで、20日ぐらいでなんか満開だったような気するんですよね。あ、いや、そう考えたらなんかすげえなーって、うん、まあまあ今日は、雨、大荒れというようなことなんで、はい、まあ一日家で、過ごすのかなというふうには思いますけどね。札幌降ってんすか？うん、札幌風と雨、風ですね。あれなんか釧路の方は今日の15時ぐらいから0時にかけてかなり荒れるっていうふうに書いてあったんで、うちあの川沿いなんで、ちょっとぼちぼち様子も見ながらかなとは、今日の夜は過ごそうかなとは思ってますけどね。なんかいろいろコロナで大変ですけど、ちょっと注意しながらやっていきましょう。はい、はい、じゃあ早速抽選の方に行きましょうか。はい、はい、ということで教授、7月分の今日は抽選というようなことでよろしいですか？いや、6月入って4月分ってちょっとないですけどね。ごめんなさい、本当に遅くなりまして申し訳ございません。4月分のアンケートの内容は、教授。はい、4月は旅行先で紙のパンフレットをもらえますか、2択です。2択ね。今だいぶ、ね、ウェブ化でスマートフォンとかでね、情報を調べる人多くなってるんで、それでもらうもらわないというようなところを皆様方にお聞きしましたというようなところです。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。で、じゃあもらうともらわない、どちらがどれくらいだと思いますか、社長？もらう。はい、まだ半分かな。半分はもらう人がいて。もらう半分？半分。50% だよ。なるほどね。かなと。はい。ちょっと、コムタン、最後に聞くわ。教授は？じゃあ、もらう4のもらわない6で。もらう4のもらわない。もらわない6。40、60ですね。はいはい、はい、じゃあ最後コムタン。今回は自信ないんですよ、全然分かんなくて。でも教授がもらうが少なめだったんで、私は逆にもらうが6、もらわない4で。もらわない4。はい、おお、なるほど。はい、なんか皆さん似たような感じですね。社長半分半分のね、もらうもらわない、もらうもらわない逆転みたいなね。じゃあ結果の方からいくと、もらう、はい、90.3%。もらわない9.6%。というようなアンケートの結果になってます。そんなに違うもんでしたね。違うね。やっぱりこれ地域情報とかその土地のお得な情報とかっていうのをなんか求められてるのかなとか、なんかいろいろ考えちゃいましたね。でも社長、これ90.3ってこれ社長すごいよね。すごいですね。とともに、なんか次回とか、今後のアンケートでどういったパンフレットをもらうのかっていうのを聞いてみたいところではありますよね。そうですね。なんかこっちでね、ラフイメージして、こういった情報入ってるのとこういった情報入ってるのとどっちがいいですかみたいな感じでね、聞けれるのがいいかもしれないですね。でもこれコムタン 90.3% もらうってすごいよね。いや
いや、すごいですね。私はもらわないけどな。でも、いや、でもやっぱりなんか、あれなのかな。紙でもらった方が安心できるとかってあんのかな。あ、でも俺ももらう、ま、もらいはしない。いや、そっか、ホテルの据え置きとかは見るかな。なんかちょっとあれですね。まあでもちょっとその辺も含めて、なんかもうちょっと深掘りしていけたらなというふうには思いますけども。いや、本当にすごい。いや、ちょっとびっくりしました。私も意外で。まあまあまあ、そんなところも含めて、早速ですけども、じゃあ抽選の方に移らさせていただきます。教授、今回のプレゼントは？今回のプレゼントは、山頂鶴の卵です。なんか今声裏返らなかった、大丈夫？山頂鶴の卵です。そうね。はい、じゃあ今回こちら。なんか、まあまあいいや。山頂鶴の卵。はい、こちらになります。はい、こちら、山頂鶴の卵ですが、はい。釧路湿原国立公園を中心に北海道の東部に生息するタンチョウズル、このタンチョウズルの卵をかたどって風味豊かなお菓子を作りました。黄身に見立てた白あんを丁寧に焼き上げたカステラ生地で包みホワイトコーティングしました。あんの原料は小麦粉、砂糖は北海道産の良質素材を使いました。自然を愛し、命を育む優しさを願いに、タンチョウヅルの故郷から思いを込めて、とっておきの真心を歌詞をお届けします。というようなことになっているタンチョウヅルの卵です。これね、あれだよね、たまに動画で出てくる、私がいつも食べてるね、タンチョウヅルの卵。これ美味しいんだよ、これ本当に。大好きでこれ。ね、ちょっと皆様方にもちょっと食べていただきたいなと思って今回はこれをチョイスしました。タンチョウズルの卵、よいしょ。ちょっとせっかくなんでね、食べましょう。はい、これすごいでしょ。これこんな感じで、うん、高級感がありますね。いいよね、パッケージもね。これすごい好きなんですよ。でこんな感じ。あ、これ知ってる？皆さん、このパッケージ、ほら、ここ単調、単調のイメージなんだよ。これ、ほら、頭だけ赤いって。ね、単調ってこれ、頭だけ赤いでしょ？これのイメージだから。これ、すごいよね、これ。この辺まで凝ってる。ね、はい、中は、こんな感じになってますね。いいです？大丈夫ですね。こんな感じです。はい。これを、サク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 。サク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 開けていくと、はい、こんな感じですね。ジャパニーズクレインズエッグ。わ、すっごい甘い。甘い匂いがする。おいしい。ホワイトコーティングの匂いがする。じゃあ、こちらね。はい。じゃあ、食べていきましょう。はい、開けると、はい、こんな感じです。もうこれね、生まれそうなの。ここひび入ってるから。すごい、本当だ。ひび入ってるから、これも、うん、そうそうそう。はい、本当に卵みたい。おー、落ちる。こんな感じね。はい、こんな感じになってますね。はい、じゃあこれを食べます。いいね、ホワイトコーティング、さすがだわ。美味しい。これいつ食べても美味しいな。この甘さがね、また本当にいい。緑茶が飲みたくなる。お茶と一緒に食べるのが一番いいかなと思います。ただね、この食べ物、ご注意していただきたいのが、口の中の水分ほとんど取られるんで、なので必ず飲み物とね、一緒に召し上がっていただくのがいいかなというふうに思います。はい、これ食べたことある？ないです。ないのこれ？はい。あれ、社長は？あ、僕ありますよ。これ美味しいよね。美味しいですね。教授は？私もありますね。ある？はい。でも味覚えてないでしょ？そうですね。ダメだわそれ。ダメだよそれ。これ後で1個だけ送るから。1個だけね。1個だけ。
ね、行くだけってあったけど多分来る行く頃にはもう多分潰れてると思うけどね、うん、ぜひちょっと緊急事態宣言開けたら皆様方でお越しいただいて食べていただけたらなと思います。食べたいですね。はい、じゃあ早速行きますか。はい、はい、今回は218名中の抽選が206名、12名の方ちょっとねメールアドレス入ってなかったのでごめんなさい、今回は抽選から漏れてしまいました。ではね、いつものこれでいきましょう。よろしいですか。はい、じゃあ1人目スタート。はい、23番。はい、23番の方、23番は23、はい、大阪府堺市40代の女性です。おめでとうございます。すごいいいっすね、今日はねサクサクいける自信ありますからいきますよ。はい、2人目スタート。はい、113番です。113番、はい、東京都文京区にお住まいの30代の女性の方になります。おめでとうございます。はい、じゃあ次が3回目。じゃあ3人目、はい、スタート。はい、9番です。9番、社長これ一桁ってすごい、うん、初めてですねこれ。9番、東京都江東区にお住まいの女性の方ですね。おめでとうございます。はい、どんどんいきましょう。次4回目。4回目スタート。はい、164番です。はい、164。おお、北海道旭川市の40代の女性ですね。おめでとうございます。そう、あの今回ね北海道の方もね多くご協力いただいたんですよね。本当にありがとうございました。じゃあ最後、はい、じゃあ最後5人目スタート。はい、201番です。201番。はい、はい、愛知県弥富市に住む50代女性の方になります。ありがとうございます。それではですね、皆様方に今抽選のメール、あ、ごめんなさい、後ほどですね抽選の結果当選のメールの方をさせていただきます。こちらですね、賞味期限、はい、こちら見てください。6月の頭に2日ぐらいに買ってきて7月8日までということで1ヶ月ぐらい賞味期限あるんですけども、まあ、今から2週間で、住所等々の送付先をご連絡いただければお送りさせていただきたいというふうに思いますんで、ね、ぜひお知らせいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。じゃあ社長、今日はこんなところでよろしかったですか。はい。はい。じゃあまた次5月もの分もまた次回にさせていただけたらなというふうに思ってます。では本日はこれで終了となります。いや本当にご協力ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回。お会いしましょう。はい。